はいどうも、信長です。今回は広島駅から宮島厳島神社へのアクセス方法を一緒に見ていきましょう。広島駅から宮島厳島神社へ行くには電車がおすすめ。それでは早速実際の映像で詳しく説明していきます。新幹線の改札を出るところがスタートです。まずは向かって右側、南口の出口方面へ歩いていきましょう。少し進むと自動切符売り場があるので、ここで切符を買います。切符売り場の上にある運賃表でどの切符が必要なのか確認しましょう。宮島の最寄り駅は宮島口駅なので420円の切符を買います。切符を買ったらすぐ隣にある中央改札を通り電車に乗りましょう。乗り場は電光掲示板で確認します。基本的には宮島口岩国方面の一番ホームに来る電車に乗ります。ホームの位置も一応確認しておきましょう。改札を入ったら向かって左側になります。目指す駅はもちろん宮島口駅です。宮島口駅に着いたら外に出てそのまま南側に向かって歩いていきましょう。ここの交差点には横断歩道がないので地下道を通って向こう側に行きます。ここがフェリー乗り場になるので切符を買ってフェリーに乗りましょう。切符売り場はこちらの方になりますね。最終的に戻ってくるのでここで往復用の切符を買ってください。その方が手間が省けます。料金は往復用で500円です。宮島到着後、人の流れに沿って向かって右側へ行きます。この場所もまっすぐ行きましょう。左側へ行くと商店街になっているので興味のある人は帰りにでも寄ってみましょう。石造りの鳥居を抜け、しばらく歩くと大鳥居に着きます。さらにその先へ行くと厳島神社到着となります。いかがだったでしょうか。広島旅行といったら宮島は欠かすことのできない場所です。皆さんもこの動画を見て宮島のアクセス方法を確認して旅行を有意義なものにしてください。それではまた次回の動画で会いましょう。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。